はい、どうも、もう中学生です。はい、今日はですね、蒙古タンメン中本からなんか特製弁当、お弁当がなんか出たってことで、今日はそれをね買ってきました。今日はこれをね食べながら話していこうと思います。蒙古タンメンってみんな知ってるんかな？東京にしかないんかな？関東？東京関東にしか多分ないと思うんですけど、あの蒙古タンメンっていう出来からのねラーメン売ってるお店があるんですけど、そこがね、あのお弁当を、ね、作ったんで今日は買ってきました。中身はこんな感じですね。チャーシュー弁当みたいな感じですね。チャーシューと、あと麻婆豆腐、それとあの卵と、あともやしのナムルかなみたいな感じで入ってます。チャーシュー弁当ってあんまり僕もね買って食べたことないんで、美味しそうやなとは思いますね。見た目はこれをね食っていこうと思います。自分あんまり蒙古タンメン行かないんですけど、出来から得意じゃないんであんまり行かないんですけど、でもまだ弁当やったらあの普通に食えるかなと思って買っていたんですけど、チャーシューはねすごいね、結構肉厚でジューシーで美味しかったですね。あのごまも効いてて結構思ってたらジューシーやったですね。でこれ麻婆豆腐がね、最初そんなに辛くなかったんですけど、なんか後からね来る辛さで、まあメンチ切るぐらい辛かったんですけど、あのピリ辛って感じで、激辛まではいかないですね、ピリ辛って感じで、まあまあ美味しかったですね。味は、あと卵も半熟やったし美味しいんでね、気になった方ぜひ買ってみてください。関東の方やったらあの買えるかな、多分お店あると思うんで買ってみてください。で今日はあの最近 Amazon プライム、まあ前から見てるんですけど、それであの山田くんと7人の魔女っていうアニメが結構面白くて、話の内容はなんか山田っていう主人公、男の子の主人公がおるんですけど、そこにね7人の魔女っていうなんか特別な能力を持ったなんか7人の女子がおるんですけど、その魔女をね探すみたいな話なんですけど、結構面白いんでぜひね見てください。 Amazon プライムやったら入っている人多いと思うんで、あれ1期だけなんですけど、2期もぜひね、あのどっかやってくれへんかな、やってほしいなって思うんですけど。最近皆さん何見てます？アニメ。自分はそれと、あと何見てるの？最近なんかね、もうほとんど全部見たんですけど、でもよくなんか、あの何回見ても面白いアニメってあるじゃないですか。なんかいいアニメみたいな。それでなんか自分あの西尾維新のあの物語シリーズ、あの荒谷小読みとか知ってますかね。結構有名やと思うんですけど、そのシリーズをもうなんか5、6回ぐらいもう見返してるんですよね。もういろんな物語シリーズあるんですけど、もうなんか一通りまた見返してるんですよ。なんか時間あったらもうほとんどアニメ見ちゃってるんで、新作のアニメとかも見てるんですけど、結構あのそれでも暇な時あって、その時にいつも見てるんですよね、物語シリーズ。やっぱあれ何回見ても面白いんですよ。みんなキャラ立ってるし、あとは何かな、K4 とかも見てるっすね。もうそれも、もう何十回って見てるんですけど、やっぱ飽きないっすね、どっちも。それと、他はあの、あの花って知ってます？あの花見た、何やったってな、名前、あの花。あの頃見た花の名前僕たちはまだ知らない、やったと思うんですよ、題名は。あのそれも見てるっすよね、ちょこちょこ。それも何回も見てますね。やっぱ面白いというか感動するんでね、結構いい作品やってるんで、だからそこら辺もおすすめかな。アニメとかやったら、あんまり映画とかはね時間長いんでね、なんか見ないんですけど、だからアニメはそこら辺がおすすめですね。だからぜひね、あの見てほしいなと思います。気になった人は、あの面白くていいアニメなんで、ってな感じで、今日はこんなもんっすね。では、バイバイ。